ペイン一部レアル・マドリードが同国一部レアル・ソシエダードの日本代表ミッドフィルダー久保建英選手と再契約する可能性があると18日 A メディア・スポーツモールなどが報じています。2019年夏に J1 の FC 東京からレアル・マドリードに移籍した久保選手、その後レンタルでスペイン一部マジョルカ、ビラレアル、ヘタフェに在籍し、昨夏からレアル・ソシエダでプレーしています。今季はリーグ8試合5得点を記録し、9月のリーグ月間 MVP にも選出されるなど好調を見せている久保選手ですが、報道によるとレアル・マドリードはライカの移籍市場で久保選手と3000万ユーロ約47億3000万円で再契約することを検討しているというのです。これに対して久保選手が所属しているソシエダの会長が本音を語り話題となっています。久保建英レアル・ソシエダード会長がレアルからの関心について、危険性は存在する。スペイン一部レアル・ソシエダのジョキン・アペリバイ会長が所属する久保選手の来季残留について言及しています。今季リーグ8試合で5得点をマークするなど好調な久保選手には、イングランドプレミアリーグのマンチェスターユナイテッドやアーセナル、イタリア一部ユベントスなどのビッグクラブが獲得に興味を示し、 50% の保有権を持つ古巣スペイン一部レアル・マドリードも買い戻しを検討していると各メディアで報じられています。スペイン紙アスによると、アペリバイ会長は、久保の権利は 100% ラレアルが持っており、久保を売却した場合にレアル・マドリードは 50% の利益を得ると指摘。レアル・マドリードの優先交渉権や移籍先選定など久保選手の将来に関与する契約ではないと主張しています。その上で同会長は、マドリードは偉大なクラブであり、危険はいつだって存在する。選手たちがプレーすることを望むクラブが存在しているわけだからね。ただ私たちはラレアルをそういった偉大なクラブにしたいと思っている。素晴らしい選手たちがここに残りたいと思えるようなクラブにしたいんだよと、名門クラブの脅威についても触れながら、最初にあるべき意志は他家のものとなる。ラレアルが偉大な存在に、国際的にも重要なクラブになれば、素晴らしい選手たちもここで続けたいと思うはずだ。タケはラレアルでとても満足しているし、ラレアルはタケにとても満足している。彼がラレアルにずっといてくれることを期待しているよと、来季以降もプレーすることを期待していました。また2027年6月末までとなっている久保選手との契約について、久保が個人的な目標を達成すれば契約を延長する日が来るでしょう。全ては彼の決断次第になりますと、チームを牽引する日本人ウィンガーとの契約延長も熱望していました。一方でスペインのラジオ局カデナコペがこのアペリバイ会長の発言に反応。この点で覚えておかなくてはいけないのは、ラレアルが選手の保有権を 100% 持っていたとして、マドリードは売却オペレーションにおける 50% 近くの権利を有しているということだ。たとえラレアルが考えていないことだとしても、マドリードは3000万ユーロ程度で彼を買い戻すことができるというわけであると、ソシエダとの契約解除金が6000万ユーロで、加えて今季ブレイクを果たしたことによってドイツトランスファーマルクとの見積もる市場価値が5000万ユーロまで上昇した久保選手を、レアル・マドリードがそうした額と比較して安価で再獲得できるとの見解を示しました。久保建英レアル復帰実現へ、理想のシナリオは、現地見解、ジダンのような監督なら。久保選手の古巣レアル・マドリードへの復帰説が報じられる中、同クラブの専門メディアは実現を果たす上での理想のシナリオを伝えています。レアルは昨夏、将来的に久保選手が売却される場合の専売権、他クラブがソシエダにオファーを出した場合、それと同じ条件で優先的に購入できる権利及び移籍金 50% のキャピタルゲインを得る権利を保持、日本人ミッドフィルダーとの関係を完全に断たない形で放出しているという背景もあり、レアル専門メディアディフェンサセントラルは、レアル・マドリードは彼を見失ってはいないと古巣が関心を寄せている可能性を指摘。一方で
レアルソシエダの選手は復帰を歓迎しないだろうとし、その理由として出場機会の減少を挙げています。記事では最悪なケースとしてノルウェー代表ミッドフィルダーマルティン・ウーデゴール選手の例を紹介。レンタル先のソシエダで飛躍を遂げレアルに復帰も十分な出場機会が与えられず、イングランド一部アーセナルへ移籍したノルウェー人ミッドフィルダーの事例から、久保選手も慎重にならざるを得ないとしています。タケはプレー時間を確保したいと考えているが、カルロ・アンチェロッティやジネディーヌ・ジダンのような監督がベンチにいるなら、それが複雑なものになることは承知している。この日本人ストライカーはこれらの監督たちの下ではチームでのポジションを確保することが難しく、復帰すべきではないと考えている。それでもシャビ・アロンソやラウル・アルベロアのようなコーチがトップチームの指揮を取るようになれば、この考えは変わるだろう。彼らは皆若い選手の扱いには慣れており、彼らにかければピッチに立つ時間が増えることを知っているとも綴られ、来季の監督次第で状況は変わりうるとの見解を示していました。実際、久保選手側もレアルマドリードに席がある間、一度も公式戦に出場しなかったことから、先発の座を確約したオファーの場合のみ復帰を希望すると言われていると伝えられているだけに、今後の動向には注目が集まっています。アンチェロッティ監督は今シーズンいっぱいで契約満了に、24年夏からブラジル代表の指揮官に就任することが決定的になっており、後任にはクラブ OB でドイツ一部レバークーゼンを率いるアロンソ氏が候補に上がっています。そうしたレアルの監督人事が久保選手の去就にも影響をもたらすかもしれませんね。誇り高き名門ラ・レアルの愛され久保建英。スペイン北東部バスク自治州にあるサンセバスチャンを本拠地に構えるレアルソシエダ。伝統的に外国人選手への要求が特に高いチームという街にあって、久保選手は今どのような評価を受けているのでしょうか。街にあるキオスクでは今季の選手名鑑が売られており、大手スポーツ紙のアスバンもマルカバンもラ・レアルの顔として久保選手を紹介しているとのこと。サンセバスチャンの市民からは、ラ・レアルに久保が来てくれて本当に良かった。今やレアル・マドリードのベリンガムと並ぶスターだ。メッシやクリスティアーノ・ロナウドが去ったラ・リーガで久保のような選手はそうはいない。タケはレアル・マドリードから買い取った時はわずか600万ユーロ約9億円だった。今シーズン獲得したロシア人選手ザハリャンは1200万ユーロ約18億円も払ったのに、試合にほとんど出ていない。サディクもチョも大金を払ったのに使えない選手だよ。ダビド・シルバの後、新しい時代のラ・レアルを背負うのはタケだ、などサッカーに厳しいことで知られるスペインのファンからも高い評価を受けているようです。ソシエダを率いるイマノル・アルグアシル監督は久保選手への期待を聞かれた際に、タケはコンビネーションの能力が高い、我々のプレーを良くしてくれたし、我々もそういうチームだから彼のプレーを引き出せている。タケはまだまだやれる選手だし、自分たちも手応えを感じていると、インタビューで答えたことがあります。そんな久保選手について、スペイン人指導者で過去には日本サッカー協会で講師を務めたこともあるミケル・エチャリ氏は、タケにとってイマノルの存在は大きいだろう。ただタケはそもそも実力者だ。タケと似ている選手の名前を挙げればメッシになるだろう。ドリブルをスタートさせる時の雰囲気やゴールに対した時の自然さというのか、残している数字は違うがスタイルはよく似ている。我々ラ・リーガ関係者にとってそれだけの選手になっているということだよ。エクストラなレベルだ。彼のコントロールやキックは洗練されている。何よりパウサ動作の休止があるから相手のタイミングを外し意外性のあるボールを通せる。簡単なように見えるがとてつもなく高いレベルだと、久保選手の能力について高く評価しています。サンセバスチャンの市民が久保選手の虜になるのも無理はなく、その証拠としてスペイン紙ムンド・デポルティーボが久保選手にまつわる2つの記録を紹介しているのです。同紙は、彼が最高のパフォーマンスを発揮するのはホームでの試合だと主張し、ここまでレアル・ソシエダで記録した14得点のうち10得点がソシエダの本拠地
あの得たって決めたものと指摘。さらに今シーズンに限ればホームゲーム5試合で5得点を挙げており、唯一不発に終わった第2節セルタ戦でも1アシストを記録しているということで、同氏は彼はあの得たの王様と称賛。また驚くべきことに、久保選手がゴールを決めた13試合でのレアルソシエダの成績は12勝1分けと、まさに無敗神話が樹立。同氏も久保のゴールはラレアルにおける勝利の代名詞と賛辞を綴っています。ラリーガ愛あふれる久保建英、趣味は10歳の頃からずっと、興奮は今でも忘れない。早くもビッグクラブへの移籍が報じられている久保選手。そんな中、レアルソシエダの公式インタビューに応じた久保選手は、ラリーガ愛を炸裂させたのです。現在22歳の日本代表ミッドフィルダーは、10歳で屈指の強豪バルセロナの門を叩き、スペインでのキャリアをスタート。その後、J リーグでのプロデビューを経て、レアルマドリーに加入すると、マジョルカ、ビジャレアル、ヘタフェ、再びマジョルカで武者修行、そして昨夏、ついにレアルマドリーから完全移籍し、ソシエダに新天地を求めました。インタビュアーからラリーガでのプレーは特別、と問われた久保選手は、ずっとラリーガでプレーすることが夢でした、と言い、特別性を物語るこんなエピソードを明かしています。趣味の一つはラリーガの選手カードの収集で、10歳の頃からずっと集めています。ラージョバジェカーノ時代のジエゴコスタやセビージャのメデル、上げ出したらキリがないですね。バレンシア時代のフェグリとかも幼い頃からの思い出の一部です。なので自分がマジョルカでデビューして自分のカードを手に入れた時の興奮は今でも忘れません。そういった意味でもラリーガは僕にとって特別です。夢を叶え、今や憧れの舞台で得点王争いに絡むまでになった久保選手。ソシエダのキーマンとしてバルセロナ、レアルマドリー、アトレティコマドリーがリーグタイトルを分け合うラリーガをかき乱す存在となれるか。本人はこの10年上位を独占している3強の一角を崩すべく、その争いに加わりたいと意気込み十分なだけに、今後もラレアルを引っ張っていってほしいですね。